明けましておめでとうございます。今日は1月1日、令和2年、令和2年になりました。はい、どこへ来ましたか？高尾山。高尾山に来ましたよ。しかも今日は高尾山のこの稲荷山コースを得て高尾山頂へ向かいたいと、まあ昨日どこ行ったんですか？大菩薩霊。大菩薩霊でちょっと足も痛んでますけど、まあなんとかなるでしょう。はい、まあということで、じゃあ稲荷山コースを得て高尾山頂へレッツゴー。じゃあポンちゃん、山吹き道。はい、ポヨンポヨン。これだね、今ここにいるね。はい、はい、じゃあこれからスタートします。はい、稲荷山コース、レッツゴー。レッツゴー。これ橋渡るのね、最初。うん。稲荷山コース、3.1 キロですよ、ポンちゃん。最初はね、階段ね、階段登って、きついわ。あ、階段ですな。朝日稲荷様。朝日稲荷さん。はい、高尾山に登らせていただきます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。パンパン。私たちのお願いも聞いてください。お願いします。パンパン、パンパン。元旦はやっぱり初詣っていうやつでしょう。初詣ですね。その初詣っていうやつをね、この高尾山、はい、はい。まあ、高尾山はねお寺があるんですけど、まあ真言宗ですね。真言宗、はい、空海上人の真言宗。はい、空海さんの真言宗でございます。まあ、信号は関係ないですけど、うん、まあ、あの初詣ということでやってまいりました。はい、高尾さん、はい、来ております、ポンちゃん。はい、お正月ですね。お正月の時間です。はい、やっぱり高尾さん有名だし、うん、まあ、あの登りやすいっていうこともあるんで、結構いろんな方が、うん、ね、はい、東京天気にね、昨日もね、うん、天気良かったし。天気良かった。今日も最高よ。今日も最高の天気です。はい、高尾山にはスズメバチがおるそうだ。スズメバチがおるの？おるような。危ないね。危ないね。スズメバチ危ないよ。うん、刺されたら痛いよ。痛いの？うん。いろんなスズメバチがおるね。3、4種類、結構スズメバチも種類あったんですね。危ない。それは知りませんでした。今4種類乗っとった。乗っとった。乗っとった。はい、ポンちゃん、ここがね、稲荷山線歩道の1キロ地点。1キロ。あと 2.1 キロ。そうですね。はい。てっぺんまで 2.1 キロ？そうだと思いますよ。あ、でもここでなんかさ、ポンちゃん持ってね。こんにちは。
父ちゃん、高尾山の桜ですよ今度は。綺麗ですよね。そうみたいよ、白い桜みたい。あなた葉が同時に咲く山桜。ああ、山桜さんね、うん、はい。犬桜が白いので、うん、上水桜が母か、母かっていうね。上水桜、母か、うん、そこね、白桜の母か、うん、まあ、行ってみましょう。国定公園内はぽっちゃん、テントをね張るとね50万円から罰金ですって、怖いね。はい、一日50万円で、うん、泊まったようなもんや。うわ、それは一日で泊まった方がいいな。そうな、こんにちは、こんにちは。そういう感じやね。それは50万円一泊スイートルーム行った方がいいわ。スイートルームみたいな、うん、ハワイのスイートルーム行って、うん、行って帰ってきて50万くらい、うん、そうかも。な、50万か。そうらしいね。ぽっちゃん、はい、1.2 キロ。1.2 キロ。はい。はい、あと 0.2 キロ。あと 1.2 キロ。ぽっちゃん、ここでね、はいはい、高尾山頂展望台。まあ、稲荷山の山頂らしいですよ。で、こっちが、高尾山頂巻き道。巻き道。はい。巻き巻きしてみる。ね。そうそう方がいいかな。ぽっちゃん、カラカサみたいな木だね。そうだね。うん。すごい、みんな横に枝広げて。枝広げてね。うん。カラカサの木にしますか。カラカサの木。はい。カラカサの木。ね。高尾山でカラカサの木を見つけました。なんかすごい谷になっててさ、馬蹄形になって、すごい面白い山だね。面白い山ね。うん、ここがじゃあ稲荷山で、向こうが高尾山で。そうか。ぐるっと、尾根伝いに、回ってるんですね。そうみたいだね、うん、ぽんちゃん。これだから馬蹄尾根なんだね。馬蹄尾根。はい。なんかそこにね、矢印が。はい。そっちはね、六号路。六号路。で、稲荷山。六号路。向こうがビジターセンター。山頂ビジターセンター。はい。じゃあ行ってみます。うん。そっち行ってますね、はい、あと600m です。あの辺ですね。あの辺ぽっちゃん、はいはい、なんかそこはね、頂上らしい。お、はい、高尾山開けとるね。うん、599m。
来ました、ポンちゃん、稲荷山コースね、6号路、うん、6号路、はい、すごいですよ、こんなに人はいっぱい、富士山見えませんね、朝よく見えたのにね、多分こっちの方向かな、ポンちゃん、ほら、どっちからも撮れるようにね、こっちにも同じのがあって、こっちもあるじゃん、ひょっとしたら、あ、こっちはないわ、撮ってますか、ということで撮ってますか、高橋さん、どこに一回撮ってたんですか、ここが、うん、東京、桜井、東京か、東京、あそこに地図が載っとる、あ、横浜のドマスタワーも見える、ね、分かる、左に東京スカイツリー、うん、一番左な、うん、いや、分かんない、江ノ島さ、何を見る、江ノ島か、ランドマーク、うん、ランドマークわかんないね、明治してわかんない、うん、いいな、ポちゃん恒例の氷三角形あったの、ありました、三角形ダッチおめでとう、お母さんちゃん、お母さんちゃん、こんにちは、いいね、よし、じゃあ降りますか、降りましょうか、はい、名物はとろろそばだそうです。なんか一体化してますよね、一体化してる、ポンちゃん並んでますよ、ここが最後尾、何時間かかるのここって感じだよね、くぬけもん三密の道おせね、これがねタコスギって言って、ポンちゃんタコスギ、はい、それでこれが引っ張りだこ、引っ張りだこにアントポンタが引っ張りだこになりますように、なりますように、ポンポン引っ張りだこさんお願いします、お願いします、はい。